動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。うわぁ、のっけからこのパターンかいなぁ。勘弁してくれ。この前の、高級からまだ間が空いていない。運用に水を差すぞ。ライブに失敗して、大変なことになったんじゃないの？それに違いあれへん。何してしくじったんやろうな。それはやばいけど、今は運用中、それどころじゃない。さて、発車メロディが鳴ったところで、出発だ、閉じめ、よし。ライブに失敗。きっといつしかのライブで、何かがあったんだ。状況が穏やかちゃうな。運用が終わったらプロデューサーに、聞いてみようや。どこかに謎は秘めてあるはず。何が待っているんだろうな。ぴょんたプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。2017年の第68話に鉄仮面たちが出演して以来、俺たち名鉄の車両も、月球にどんどん出演しているぜ。全体的に名鉄の車両の、登場率が著しく、上がってるぜ。なにて、名鉄は運用も設備も、歴史も、車両まで何一つがカオスなんや。名鉄という言葉が褒め言葉なのか、さっぱりわからなくなってきた。これで著名観光地が複数あったら間違いなく、難困難しかかん。ただ、これにはいろいろと訳があるんや。やめてくれ。せっかく波に乗ってるのに燃費が悪いぞ。変な予定の次は住人創始者の捜索が控えてるくらいだ。何が起きるか予測できないぞ。そういえば、過去の売買企画で、リートレの価格のインフレが問題になってるって言ってたけど、今はどないなっとるんや。最近は情報がなくなってるからなんとも言われへんけど、価格のインフレは依然として続いてるのは間違いあれへん。ただ、今回はそれ以前に穏やかやあらへんで。穏やかじゃない。それが俺たち名鉄の車両の出演率の高騰にも繋がってるのか？案外、関係しているらしい。特に今はリートレ自体が終わったからな。2012年の月球のプロジェクトが立ち上がった時点ではまだ1両あたり税込み630円が相場、大半は2割引で購入できたから、その場合の相場は500円ちょうどやった。価格が上がり始めたのは2013年末期あたり、近鉄のスナックカーやサニーカーが出てきた時やったぜ。この時は2割引でもまだ本来の630円で相場が続けられてたから問題あらへんかった。それより赤でどんどん価格のインフレが進んでったちゅうのが以前のあらすじ。そうそう、そんなあらすじやったぜ。今なんか、初のナンバーと同じ価格も珍しくなになってな。変な話、同じ金型を生産するだけで価格がインフレすること？生産地の事情だよ。
最近は今までのパターンが一切通用しない界隈だから、ビートレの計算も一筋はいかないんだ。これが手だもんなんか。で、最大の問題はここから。2018年以降、ビートレ自体が事実上の絶版状態で、状況次第で今後車両の購入が途絶える可能性が高くなってるんや。そんな状況は前々から感じてたから、各エリアで取材、収録を行うようになったんや。それで俺らの出番が回ってきたのか。皮肉だな。しかし、ビートレストーリーというのは続くのか。地球自体は続くけど、ビートレストーリーっていう肩書きが完全になくなるかもしれへん。まあ、続くだけ良いか。まあ、ビートレ自体が廃盤になっても収録の都合上、処分されないはず。出なかったらビートレの車両を呼ぶ意味がなくなるやろ。しかし、変身体であるビートレ自体が落ち目あったなんて知らんかったな。月球の計画自体がバリバリだから、そんな感覚が全然なかったんだし。アクアのラッピングが出そうタイミングでアナウンスしといたらよかったな。そもそも当時はそんなこと自体全然想定してへんかった。穏やかな状況はもうなくなっちまったのか。一泊が線を求める人間性は廃する運命だぜ。まあ、バリナスは環境が過酷やから嫌でも変革必須やけどな。俺らはともかく、うまく巡り合って地球に出演できた車両は幸運やな。せっかくビートレデビューしても挿入されなかった車両やデビューすらできへんかった車両は多く、特に新幹線は致命的なんや。そうなると俺らが代表で何としてもあの人を見つけ出して一連の件の真相を。一方で、あの事件の真相が明らかになってないのが不季節らしくないな。何の事件？スマリーを狙った番組乗っ取り事件。あのユニット、色が66しいな。なんかヘボいな。もっと良い方法はないのか。スタートの会長もこれには呆れてたから、どうにも言われへん。京阪の車両がおったら華やかになるんやけどな。他の方法を駆使するなら、名鉄の車両も使うしか。マジか、ラブライブは知らんけど、それでもスマリーに参加していいのか。最初から名鉄の車両がおったら盛り上がってたやろうな。なんて、今のグラちゃんとスノハレの因果関係が爆発になってるし。ちなみに、地球によるラブライブラッピングはこいつら、スノハレや東京によるノイとは全然ちゃうけど。ふむ、当時はスノハレの意識が行き過ぎて、スマリーも空回りしてたんだな。クリスマス会もグダグダだし。スタートの会長は、2017年と2018年の地球は迷走しすぎと辛辣な評価を下してたで。原因はいろいろあるぞ。劇場版のカジキリとか、グラちゃんに対する意識とか。2017年と2018年、アキト創始者が普通の社会で仕事に出てた時やん。当時のあの人の成績は散々やったことから。間違いない。全ての元凶はあの創始者だ。そのせいで七波遊をも失う事態にもなってるんだろ。乗客からの評価を言わせてもらうと、あの人は社会でうまく連携が取れず、肝心の月鉄サイドでも足を引っ張ったという逸話があった。皮肉な話やな。レガールの創始者がレガールの足を引っ張ることになるんやから、いかにも誰からも期待されとらんし、注目もされとらん。それでフェアリーフィーに変身したとか。レガール自体がどんな目的でできたかが怪しくなってきたけど、それで結局のところはその容内雑魚座が原因で、事件の解決すらめどが立ってないのか。いたずら妖精がやったというのは確かやけど、他にも犯人はおるちゅう情報があり、その情報が事実になってきとるのが問題なんや。一部はすでに捉えてあるけど、全体で何人いるかがわからないのが現状。場合によっては音のキスタジオに襲撃する可能性も。考えてみたら、いたずら妖精、音のキスタジオに襲撃する計画もあったそうな。考えてみたら、いたずら妖精、音のキスタジオに襲撃する計画もあったそうな。それでだけど、フェアリーフィーのような存在が確認されたのは、リーフィーだけか。ノーケもマジョリーの大帝も、いたずら妖精も、みんなフェアリーフィーのようなんがおった。まあ、フェアリーフィーはフェアロイドやったから、
ほんまの分身は AP やけど、最近あいつ見てへんて。俺がなんかムーズかにゃ1700ケイガルは見られるがね。終点系、リーフィーってどんなやつやった？リーフィーの妹、しかもリーフィー以上に、フェアリーフィーと売り二つだった。声もフェアリーフィーそっくり。あの妖精の言い分だと、リーフィーたち姉妹が七波遊の、リーダーになるとか言ってたけど、いつの間にか脳天にすり替わってた。バルナスや月鉄川の需要の影響でやな。リーフィーがリーダーになったら不都合なのは、他にもあるんや。アツト創始者とか、あの人も関わってたんか。間接的にだけどね。そういえば、アツト創始者がフェアリーフィーに乗り移ってたて言ってたよね。それが不都合な事実だよ。てか、リーフィーのやつはどこに行った？どこを探っても一向に見かけないが。AP たちやったら、コンサートバッジに溶け込ましといたぜ。な。どういうこった？AP の言い分も誤算臭いもんで、このまま残すのも問題なのは明らか。結局封印するんだ。コンサートバッジが強化されたからって、極端だな。コンサートバッジがどんどん進化してる。以前とは全然比べ物にならへん。わがわが封印するあたり、アイクなら稲に取り起こされたことが、伺えるな。今回、あえて AP たちを封印したのには、大きな意図があるで。七波遊をこの世から抹消することで、どのバトラーも影響なく、運営できるやろうし、仮にアツト創始者が御大鳥より東の、他国に突っ込んだ時でも、七波遊の現状を現地であの人に、会った際に、見せつけることを可能とするのもあるんや。実は、当初から月鉄川のバトラーにならへん限り、七波遊は御大鳥より東に位置する他国への拠出は、認められてへんかった。アツト創始者も当然、そのことを周知してるから、現地へ逃亡することも明らか。その状況を一挙に、解決する魔法のアイテムが、今のコンサートバッジなんや。あとは、いつあの人に出会えるかか、タイミングがつかみづらいな。AP、果てして七波遊のこのありさまを、あの人に見せつけてやれば、むむむ、七波遊の件も含めて、アツト創始者に会わなければ話にならんようだな。この前のクリスマス会で、作者が自閉症を患ったと言ってたけど、こともあろうか、その作者こそがアツト創始者。しかも、闇が次々と明らかになりよった。むむむ、こんな時にジングルか、今度は何が起きるというのだ。今度は二度目の首都圏遠征、東京ラプソディーだぜー。来たな、首都圏遠征。今度はどんな展開が待ってるんやろうな。よーし、待ってろよー。音のきスタジオー。